時刻は三時を回りました。今日も国道三3 0沿いパークアビニュー入り口、うん、FM 小ザのスタジオから生放送でお届けします。木名沙織のトリップステーションのお時間でございます。この番組は小ザの街をはじめとしまして、沖縄の観光地などの旬な情報や穴場など、あんな角度、こんな角度でお届けする旅番組となってあります。 この番組が旅の情報発着点となりますようにという思いを込めまして番組名もトリップステーションと名付けましたサンジジャーのおともに旅のお話はいかがですかメッセージは761アットマーク FMKOZA.JP です761アットマーク FMKOZA.JP ですファキシミリは098-934-8653934 ハロー小座までお願いしますますた、FM 小座では本日はですねメンテナンス、ツイキャスがメンテナンス入ってまして、このあと夕方までですねツイキャスの配信ができなくなっておりますが、YouTube ライブでは配信中となっております。映像と音声を配信しておりますので、FM 小座のホームページからアクセスしてみることができます。環境を整っている方 お時間ある方、ぜひこちらでもお付き合いください。さあさあさ今日、ね、今朝寒かったんですけれども白い吐く息が白く出てすっごく感動してウキウキ気分でね朝、今朝の「マイオアシス」担当しましたけれども一気に気温が上がりましてもう何度なってるのかな23度ぐらい なってますかね沖縄地方のお天気ですがうん日中の最高気温23度明日はは26度ってやどうする <laughs> どうするもう冬気分味わえない感じじゃありませんかねせっかくちょっと期待したんですけれどもね、うん、ちょっと気温が上がって23度週末にかけても夏日って言えばいいもうこれはね夏みたいな、うん、はい。 気気温が上がが上りそうな気がしますよ先ほど私も海の近くにいてですねすごい照り返しの日差しがまぶしくってあれ冬だはずだけどって思いながらね少しの時間海を眺めて過ごしていましたさあ皆さん、えー、今日う一日はどのようにお過ごしですかね是非いろいろとお話メッセージお待ちしてますよ、えー、さてさて事故、えー、のしおりによりますと。 22日、日土曜日が冬時 <laughs> 冬に至ると書くんだね冬至北半球では一年のうちで昼が最も短く夜が最も長いとされる二十四節気の一つですねで日照時間が最短となることから太陽の力が弱まる極みとされていますけれども逆にこの日から太陽の力が復活してくるという考え方も あるわけですねで沖縄ではトジジーー、ねで「トゥンジージューシー」を作ってカンだとか仏壇に備えてね家族の健康や繁栄を祈りその後に食べるというその頃のね寒さをトゥンジービーサーと言いますけれどもえっ22日天気予報では暑そうだけどねトゥンジーの時は寒いって昔から言われますけれどもね。 うん、暑くてもトゥンジジューシーはつ作って食べたいなと思いますさあ今日のなさおりのトリップステーションラインナップですがこの後観光ニュース観光関連ニュースですねそして今日のトリップスポットトリップスポットは八重瀬町です八重瀬町についてお話ししていきたいと思います偶然なんですけれどもあの今日は 沖縄手帳によると「えー、足見じ節宣言の日八重瀬町こちんだのね足見じ節宣言の日」ということで八重瀬町のことをねお伝えしていきたいなと思っております。で番組後半は週末情報などですね届いた情報をお届けしていきたいと思いますのでお時間ある方ぜひ最後までお付き合いください。おのトリップステーション この番組はアジアンダイニングアダニーの提供でお送りしますオープニングナンバーですね2003年に17枚目のシングルとして発売されましたドゥアズインフィニティ日いらき 時刻は三時、まもなく十三分になろうとしております。木なさおりのトリップステーションのお時間でございます。えー、今日のトリップテーマ、トリップスポットは八重瀬町。今日、偶然にもですね、足道節宣言の日ということで、八重瀬町をね、えー、お伝えしていきたいと思います。トークテーマはフリーでございますので、今思っているこの思いをぜひ。 七六一アットマーク fmkoda ドット jp にお寄せいただけたらなと思います。さあメッセージ届いてますよ。ありがとうございます。こんにちは沙織さんめぐみさん沖縄市のつかぴーです。どうもさっきぶり。はい先ほどは、えー、体に優しい、えー、だ贈り物をね <laughs> ありがとうございます。なんていうんだと差し入れありがとうございました。テーマフリー。 今日午前中ジェヒョンさんとカラオケに行ってきました沙織さん、えー、東京のバスガールの歌 <laughs> アクセントおかしかったね東京のバスガールの歌知ってますか知っていたら嬉しいです今週もよろしくお願いしますということでもちろん知っているよ若い希望も恋もある歌ってた方が言ってないねごめんねごめんね、うん あの1年生の時に教わったかな？このバスガイド1年生の時にですね。東京のバス、何のバスガイド、ちょっと替え歌っぽくして。うん、教わりました。ありがとうございます。そしてえさお親便って。 いやメイグ差し置いいてお呼びになれなれよ <laughs> 皆さんハイサイサイ15番目の男ですよ「ちんちろりん」使い慣れたツイキャスがメンテナンスで使えないからちょっち不便であるさって YouTube で見てるからね安心またということで、はい、ありがとうございますそうツイキャスはコメントもしやすくて見やすくてね YouTube ライブのコメントの感じはどうなんですかねコメントしやすいですかね。 どうなんだろう私まだ YouTube ライブでコメントはしたことがないのであの知ってるよとか使いこなせてるよっていう方はぜひ教えてほしいなと思いますさあではですね観光ニュースをお届けしますよ観光ニュース今日は沖縄タイムスからまず2つえー、まずはですね浦添市のヤフソの話題です地域を歩きながら魅力を発信するフットパス フットパス研修イベントツアーが8日9日の両日浦添市内で開催されました参加者は地図を手に地域の人たちと交流しながら市内の散策を楽しんだということですよ。でフットパスっていうのは英語で「歩く」のフット,フットそして「小道」のパス。 のことですね、で小道を歩くことを通して地域のありのままの風景を楽しみその土地ならではの魅力を発信することが狙いですで。県外ではフットパスを生かした観光振興の取り組みが注目されつつあるということですよ。うーん数字道歩いてゆっくり時間がある時は楽しいですよねえこんなのあったっけっていうのは発見があったりするんでね。 で9日の日はですね、20人余りが参加をしたそうで、えー、日本フットパス協会理事の伊沢さん、浜田さんを講師に招いてフットパスコースの作り方などを学んだ後、ヤフソ地域を実際に歩いてみたそうです。で県外からの参加者はコンクリート作りの家が並んでいることとかあと地域の絹缶ヤギ料理の店ガジュマルの木など。 沖縄ならではの景色を発見し興奮した様子だったそうですよヤギ汁のお店の看板とかあと豚の丸焼きとかの看板はやっぱり観光のお客様ふわって二度見しますねこの間ヤギゆっけの看板があったんですよ。食べたことあるないよねヤギゆっけありますみたいな看板があれどこで見たかなあれ修学旅行生がびっくりしててあ、そういえば私もまだ食べたことないなと思って おいしいよってとりあえず言ったんだけどさ、<laughs> 嘘つき足いって、はい、えー、ヤフソからの話題でした。続いては那覇市です。えー、那覇市はテンブス那覇の大型ビジョンで流れるコンテンツを更新し、V チューバー聞いたことありますか？V チューバー、バーチャルチューバー、バーチャルの V ですね。えー、v チューバーのキャラクターによる那覇の観光地や祭りを紹介する動画などを追加したそうですよ。 動画は投稿サイト YouTube でも配信、えー、ビジョン前にいる人を映して CG と組み合わせて表示する AR コンテンツも新しくなったそうですあの私も何度かこの「天仏マン広場」に立ってると何かキャラクターとかが出てきて一緒にこう動いたりとかして遊んだことはあるんですけどねこの間エイボーと一緒にある遊んであエイボじゃないかサナジーと一緒に遊んできました。えー、これがなんかね すごい立体感がさらにパワーアップしたみたいですよ。でキャラクターと記念撮影できる連動スマホアプリも作ったそうです。うん、テンブスの大型ビジョンは2014年に整備されでコンテンツ更新は初めてでス,マホスマホアプリの連動なども含めて事業費は約6000うん違う600万円一括交付金を使ったそうです。で動画を投稿するキャラクター VTuber は 那覇の高校に通う15歳という設定玉那覇はるかちゃんという設定だそうですねで首里城や国際通り第一牧師公設市場栄町といった観光地のほか祭りでは大綱引き那覇大綱引きや琉球王朝絵巻行列などを紹介するそうですねいいですね,ねこういう AR コンテンツ視聴者が多いそうで ビジョンに映る自分の姿を写真に撮る観光客も多くいらっしゃいます。で、スマホのアプリとも連動してより那覇の pr に繋げるネア狙いだということですね。はい、那覇の街にお出かけの際にはぜひこの vtuber どんな感じかね。ぜひ見てみて味わってみて体験してみていただけたらなと思います。もう一つ行こうかな。はい、今度はですね。海外ですよ。モスクワ。 からの話題です <laughs> でロシア国営宇宙開発企業ロスコスモスのロゴジン社長は16日1年半後には国際宇宙ステーション ISS に宇宙飛行士だけではなく観光客をモスクワからブリュッセルまでの飛行時間約3時間40分よりも早く届けられるようになるとツイッターに書き込みをしたそうです。 でロシアの宇宙貨物船プログレスの ISS までの到達時間は、えー、従来約6時間かかっていたんですが今年7月には3時間40分での到達に成功ロゴジン氏によりますと来年3月の打ち上げでは3時間での到達を計画しているということですねアメリカの実業家が2001年に史上初めて宇宙観光客 としてロシアの宇宙船ソユーズで ISS を訪れて以来これまで計7人が宇宙旅行を実現しているってへえはあ、宇宙が一気に近くなるような話題ですけれども費用いくらかかるんだろうね <laughs>、はい、とても気になるところでございますさあ今日は3つお届けしました以上観光ニュースでした ではここで一曲お届けします。カ流し五十八アンマー。 時刻は三時二十六分を回りました。木なさおりのトリップステーションのお時間でございます。今日のトリップスポットは八重瀬町。今日、足道節宣言の日だそうですね。八重瀬町をお届けしていきますよ。えー、つい先日ですね、八重瀬町の道の駅って言ったらいいのかな、向こうは道の駅って正式名称じゃないのかな。あの役場の近くの。 新しいスポットに行ってみたらばいろんな発見がありましてそれでいつか八重瀬町のことをねお伝えできたらいいなと温めておりました、はいえー、今日はです、ね、八重瀬町八重瀬町はコチンダ町とグシチャンソンが合併して八重瀬町グシチャンソングシチャンソン道具の具志頭と書きますよね。 しちゃんってなかなかかますよね、はい、合併して八重瀬町となったわけですがその八重瀬町にはいろんなスポットがありますけれどもまずあの、うん、キャラクターっぽい話題としては八重瀬町にはシーサーがたくさんいるんですよ獅子大きめのやつねお家に飾られてるっていうああいう感じでとはまた違った。 あの結構大きめなサイズのシーサーあるいはシシっても呼ばれたりしますがそん内にたくさんあってですねでその中の一つやっぱり一番おおお <laughs> 有名なシーサーがですね「ともりの宇封じし」ともり行ったことありますかね私はあの 仕事でしか行ったことがないんですがそれもあの戦死教育という形で,で沖縄戦当時のねこのトモリの獅子と米軍の米兵の姿がよく写真にねあの記録とかあと資料館行くとそういう感じで残って展示がされているのでその印象が強いという方もいらっしゃるかもしれませんね。村、は、落、い、獅子として村落の、ね、獅子として県内で最大最古。 最大であり最高の獅子と言われるのがトモリのウ富士市ですね。で、1689年、1689年にトモリのこのブラックのですね、お城に安置されたのが始まりだということですよ。で、その昔このトモリの村ではたびたび火事が起こっていて。 で困った村人たちは風水師にどうしたらいいですかって相談に行ったそうで,でその時にこの八重瀬岳この八重瀬という場所この村にはうんこう火柱が立っているよとで火の柱があるんだよそれで火事をこの火事をね収めるには獅子を作って建てなさいと設置しなさいというふうに助言をしたそうで,でその うーん通りにね獅子を設置したところ火事が起こらなくなったっていうふうに言われてますこのシーサーの話はシーサー自体が中国から伝わったって言われますけれどもあの那覇市内でもあ,のある日火災が発生して街の中でねで大火事だったそうなんですけれども火災が発生してシーサーを置いていた家だけ火災を免れたっていう話もあるんですよ。 それからけ守りなんだっていうふうにして沖縄から沖縄中に広まっていったんだっていう話もありますがその八重瀬町のともりというところでは1689年にこの獅子が置かれたってそこからスタートしているで各地のこの部落にね獅子が置かれていくようになったきっかけというお話がありますよ。は でこの「トモリの街中シーサー」というのが町巡りをしていくと各所に13体あるそうで中にはさ何だろうこシーサーかみたいな感じのちょっと面白い顔立ちをしたものもありますけれどもね大体がやっぱりシーサーらしいかっこいい感じですけれども中にはキャラクターな感じで可愛いらしいっていう顔立ちの優しい顔立ちのシーサーがありますね。 子宝祈願をするシーサーもあるそうですよ。うん。あの、自然のねこのえっ、ー、とサンゴの石を使って作られたものはこの神職ってあるじゃない。風雨にさらされながら、自然と形作られていくような感じのものも中にはあるようですね。で、沖縄って魔除けが多くないですか？ね、大塚賢治さんいかがですかね？<laughs> えー、石岩島も魔よけ石岩島石岩島はあの沖縄だけじゃないんですよ実は全国各地に本当はあるんですけれどもだんだん少なくなってあまり知られてないっていうで石岩島昔の中国のヒーローの名前だそうですね、はい、石岩島もあるしあと貧富もありますよね貧富、貧富もあります。古民家家にありますうちも実家は 貧ン,ンは壁がなくてシークワーサーの木が貧ン,ンでした。シークアサーヒンプンでしたねあともう一つはゲーンゲーンってどうだろうススキの葉っぱがありますよねそれを束ねてくるっと結んでさあの観光バス必ずあるんですよゲーンがサンゴアとまたちょっと違うサンゴアって3本で結ぶさそのゲーンっていうのはこの。 結び方があるわけラジオでお伝えできないんだけどさこの独特の結び方があってそれをバスに置いてたりすするんですよだからガマから帰ってきてちょっと感受性がね鋭い子たちが呼吸困難を起こしたりするんですけどその時に原因でポン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 って叩いたりとかねしてあげる。 まあ気の持ちよっていう部分もあるかもしれないけど結構私が見た中での確率としては効果があるように見えるんですけどね、はあ、眉けがいっぱいの沖縄ですさあ、そしてですねこの八重瀬町港川人でも有名ですよね港川人、うん、昔港川原人って言ってたような気がするんですけど実はこの港川人は原人じゃなくて新人なんですよ新人、うん、今から二万二千年前の 人骨のこの化石がこの八重町内港側から発見されたわけですね採石場からこう、えー、5体から9体結構な数よ、うん、人骨が発見されてそのうちの4体は全身の骨格がまんま残ってたってすごくないその港側ってさ沖縄戦でもアメリカ軍が上陸する前にまず港側あたりに艦砲射撃を海からこう攻撃を 激しい攻撃を仕掛けたところなのでよくこうしっかり残ったなって思いますけれども4体は全身の骨格が残っていて顔つきとか体つき復元ができるそうです。うんで旧石器時代を代表する人骨の化石となっていますよ。そして えー、港川人は現代人私たち現代人と同じ新人に属していて身長は1 5 0ンチ前後で小柄で肩幅は華奢華奢なんですねで足腰はしっかりしているということですよで東南アジアから海を渡ってきたというふうに言われていてでオーストラリアの原住民ってね聞きますか映画で見たことありますかアボ,ジリアボリジニ。 アボリジニねと特徴が似ているって沖縄ってさ北海道のアイヌとも似てるっていう話もありますけどねすごいですねで港川遺跡があるのでぜひ行ってみたいなという方は港川遺跡足を運んでみてくださいねそして港川じゃないや八重瀬町の有名人といえばこの方ですよねジャハナノボルさんうーん 沖縄民権運動のの先駆者となった方ですでコチンダのあの私キャンプのシーズンの時は各野球場巡りをするのが好きで「コチンダ球場」も行くんですけど「コチンダ球場」のこの駐車場のところにこのジャハナノボル像が立ってるんですよ結構きれいにメモリアルパーク風な感じよしっかりと作られてますよ像が寂しく立ってるんではなくて本当に誇り高きっていう感じで立ってます。うん、で 明治時代に活躍した人物ですよねで沖縄初の農学士であり平民出身の県庁高等官として生活苦にあえぐ、ー、県民のために力を注いで人々から親しみを込めて「くクチンダ・ジャハナ」と呼ばれていたそうです。クチンダコチンダのことですね でまた仲間と共に当時参政権のなかった沖縄県民の権利を求めて参政権獲得運動を展開したという方でございます。うちのバスガイドの後輩にジャーナ・ノボルめちゃめちゃファンの子がいてなんかねカラオケでこのジャーナ・ノボルさんを思わせるような曲を歌いながら泣きながら歌ってる子がいるんだけどさもうそれぐらい好きっていう子がいるんだけどね。 でその今言いましたけれども、ちんだ公園、運動公園の高台にこう像が建てられているんですけれども、ジャナノボルさん、44歳で亡くなったんだって、はあ、若っか、ここの像までたどり着く階段が44段あるそうですね、うんああ、結構息上がったけど、<laughs> 44段だったんだね。さあそしてえー 先ほどメッセージが届いていて、ですね、北野リスさんからこんにちは。リクエスト。さおりさんの生歌で、足みじぶしお願いしますって後悔するよっていうメッセージが届いておりました。あの足みじぶし、今日は、えー、足みじぶし宣言、足みじぶし宣言の村、あ足みじぶしの村宣言。<laughs> をした日ということで、朝のマイオアシスでもご案内はしました。けれども、あの中、座出身の中本稔という方が作詞をして、そして宮原長宝お、遠藤の花とかじゃなかったですかね。宮原長宝が作曲した沖縄の代表的な教訓歌となってますよ。よこの歌は生活苦にあえぐ人々を励ますために作られた曲で、毎年2月にこの八重瀬町では？ あのアシミジブシ大会ツバラーマ大会ってあるさあれの感じなのかなあれもあるよね名護市の二見浄和大会みたいのもなかったっけ、ね、ありますねこれは多分桜祭り会場で行われてますけれども桜祭り1月下旬ですってよ、はい、早いねでアシミジブシ大会が毎年2月に行われますでアシミジブシという歌は6番まであるんですけれどもア 足水を流し、働ちぬ人のくくる。嬉しさや。ゆすにしゆみゆすにしゆみさあね。大塚賢治さん。さっぱり意味わからないですよね。汗水流して働いた人たちの心はもうそう。うん。なんだろう。清々しくて。こう汗水流して働くことの喜びっていうのを歌っている曲ですね。 アカ観光で観光のお客様の前では歌ったりすることもありましたけれどもねこの「コチンダ」を通る時にね曲知ってる方多いですよねうちなんちゅの皆さんはエイサーでよくこの「足みじ節」使って踊る、えー、青年会もありますよね「ゆいやさあさゆすぬしゆみしゅらあよ」<music> シュラっていう感じ最後ら辺高く上がるのがもう,もう,もうこれ以上無理あ,のあとはシャーバ千ー秋が歌ってくれると思います彼女はもう歌バスですからねはいさあそしてあ太田さんメッセージがありますね木納正吉さん曰くアイヌ人と琉球人はつながってるんだってって「はあ若はあ、わかはわそうそう木納翔吉さん私も好きで」 私もキなですけど全然あの血のつながりとかはないんですけどねあのよくライブハウスチャクラに行くんですよ、私、小吉さん、面白いので,で言ってましたね、そういえばつながってるってそしてジャハナ・ノボルさんを歌ったのかはわからないんですけどなんかそういう感じの曲も歌ってくださってましたね。はいあありがとうございますメッセージジさあその港川ャーナノボル もっともっと詳しく知りたいという方は八重瀬町立ぐしちゃん歴史民族資料館こちらに行きましたら港,港川人のもっともっと細かい発掘当時から現在までのことが分かりやすく紹介されてますしそして歴史コーナー蛇花登るコーナー民族コーナーとこう各コーナー分けがされているのでぜひ足を運んでみていただきたいと思います。こちちらは八重瀬町のぐしちゃんに ありますえー、っとですね営業が9時から午後5時まで、うん、で月曜日がお休み6月23日の慰霊の日もお休み年末年始もお休みそれ以外の月曜日以外の日は空いてますよ大人料金200円でお子様が100円団体割引もあるそうなのでね是非 こちらも足を運んでみていただきたいなと思います。さあ大塚賢治さんなんでしょう。なんて読む足、あ、足ひじむしって。え <laughs>、待って。<laughs> やだやだやだ。なんか薬塗りたくなる感じね。足ひじむしって。うん。足みじぶし、汗水の。ぶし。足みじぶし。オッケー。いいですかね。大塚賢治さん。 はい、ありがとうございます今日は八重瀬町についてお話ししましたがまだまだ八重瀬グルメとかもね、たくさんあるんですよ、うん、ドライブインの情報とかね、食堂とかね、たくさんありますけれどもまた今度はグルメ部門ということで紹介できたらいいなと思いますまたお時間もけていきますねクース作りができるお店もあるんですよぜひ、ね、足を運んでみてください八重瀬町とても素敵なところでございますではここで一曲お届けしますね SMAP ・スマップ夜空の向こう。 時刻は三時四十八分を回りました。一時間って、あっという間ですね。ツイキャスが、えー、今日、メンテナンスで使えない分、メッセージがやっぱり少ないと。さあ、どんな風に話していくね、っていう、ね。そんな感じで、気になってはいましたけれども、あっという間に一時間は過ぎますね、えー。木名沙織のトリップステーション。今日は八重瀬町トリップスポット。 と八重瀬町でお届けをしてまいりました。ぜひ季節を変えていくっていうのもいいかも。年明けて2月だと桜祭りもあるので八重瀬だけでね綺麗ですよ。ぜひ足を運んでみてくださいね。さあうんとどうしようかな週末情報と言いますかこれもうも開催中の情報なんですけれども歴史 文化に触れてみませんかということで沖縄県立博物館美術館からのお知らせですよ縄縄文と沖縄展開催中でございます来年1月20日まで20日日曜日まで開催ということで沖縄県立博物館美術館博物館3階ですね企画展示室特別展示室で行われております。あのー 縄文土器とかって目の当たりして見たみな見たことありますかねメグどうでしょう見たことあるないかも私も写真とかでよく見るから生でも見たような気分になってただけなのかなで縄文への誘いとかシンボリズムデザインのこととかですねあとそうですね翡翠翡翡翠 のこととかあとかあ琉球の装いとこの関係があるのかっていうお話ですね。で1万年以上にわたって続いた縄文時代は高度な土器工芸や石材の利用の技術の発達に特徴付けられる時代でした。でそのこととととをもっともっっ詳ししくくお届けしていくという うーん約5,000年前の縄文時代中期に誕生した土器が信濃川流域を中心に新潟県の下の方に分布してその造形は日本美術日本の美術史上ものすごい特別な存在となっているそうですね。糸に新潟県からまた翡翠も出てるんだって。 でその縄文時代の前期以降日本各地に広く流通しはるか沖縄の島々まで運ばれてきたことが知られているそうですへ誰がこうむ向こうの方が沖縄に琉球に持ってきたのか沖縄の人が出向いてゲットしてきたのかその辺は分からないですけれどもバスツアーなんかもあるそうですね。へ1月19月日には 文化講座、遺跡見学、バスツアーなどもありますよ、はい、あなるほど北谷町とかうるま市内の遺跡を巡るツアーを開催するということなので店員も40名と、ね、あっという間に埋まるかもしれないですねで。費用も1000円程度を予定しているということなのでぜひこちらもお問い合わせをしてみてくださいね。そしてあの関連してて関連いる えー、イベントとしては茶壇「茶谷の縄文茶谷町の縄文交流の奇跡」を題して、えー、行われていたそうですね展示の、えー、展示物も公開してあったそうですねバスツアーぜひ参加してみてはいかがでしょうかうーん 1>, 1月19日土曜日終日朝から夕方まで開催ということなので、ぜひですねお問い合わせをしてみていただきたいと思います。お問い合わせはどこだろう？お <laughs> 問い合わせは、うん、あこちらですね沖縄県立博物館美術館こちらお電話番号0989418200番までお問い合わせをしてみてくださいね。はい。 縄縄文と沖縄展開催中でございますもう一つがあ始まったばっかりじゃない昨日から昨日からということですよ、えー、2018年昨日から2019年の2月3日まで同じく沖縄県立博物館美術館にて開催中新海誠展、まあ、企画ギャラリーで開催中ですよ9時から。 朝は9時から午後6時までオープンということでございますのでなんか細かくこう時間などがあるんですけれどもこちらはお問い合わせをしてみた方がいいかもしれないですね。新海誠、ついに開催新海誠作品のすべてが沖縄にいて映画「君の名は新海誠監督の15年の奇跡」に迫りますよ。 えー、アニメーション監督新海誠さん2002年に短編,短編のアニメーション「星の声」で商業デビューをしてそれから15年美しく壮大な世界ですれ違う男女の物語を鮮やかに描き続けましたこの作品展が昨日から開催ということなのでねぜひあの珍しいコーナーもあるようですね上木隆之介さんと巡る音声ガイドなどもあるそうですぜひ はい、足を運んでみていただきたいなと思いますこちら沖縄県立博物館美術館お問い合わせは先ほどと同じですかねお電話番号が0989418200番こちらまでお問い合わせをしてみてくださいさあこんな感じでいきましょうかねあ、今週22日土曜日午後,1時午後2時からですねミュージックタウン1階音楽広場ではプロムナードコンサートも行われますぜひ 足を運んで無料ですもちろんぜひ、ね、遊びに来てください今日はここまでたくさんのメッセージありがとうございました視聴もありがとうございましたきなさおりのトリップステーションこの番組はアジアンダイニングアダニーの提供でお送りしましたまた来週笑顔エゴエであ2018最後の放送になります笑顔エゴエでお会いしましょうバイナラ